こっちは左舷側です。左舷側も、まあ、多少擦れや汚れなどはありますけれど、ツヤもあり綺麗だと思います。今はたまたま船は浮かべてますけれど、いつもはマリーナさんに浄化保管されていますので、船底も綺麗です。